北野武さん役ですっていう、え、北野武さん役ですかっていうところから始まって、まあ、ただこうちょっと数日考えさせてもらったというか、なんかこうそのたけしさんを自分が演じるのかっていうね、なかなか冷静になるのに数日間考えましたね、はい、できるのかなっていう漫才とか、うん、タップとかいろいろ要素があったので、で結局まあはい、やりたいですっていう感じ、準備段階でタップダンスと、あとその漫才練習と、あとそのたけしさんの癖ですよね、喋り方とか動きとか、そういうことを松村さんにご指導してもらえたり、もちろんそこに監督も常にいてもらえたので、本当結構時間かけて、まあ、4ヶ月ぐらいかけてたんですかね、うん、全く監督が褒める人じゃないから、とにかく監督から OK もらえるように頑張ろうってひたすら思ってた撮影期間でした。もうね、とにかく技術的な役作りが今回大変だったっていう感じですかね。タップもですね、もうほんとひたすら練習っていう感じですね。もう余計なこと考えずに練習、ロッキーですよ、ロッキー張り、うん、たけしさんのなんかディストラクションベイビーズっていう映画があるんですけど、そのロケ現場にその男凶暴につきの DVDワールドイズマインの漫画だけ持って行ってたんですよね。それをずっとこう毎日見てて、なんかこうたけしさんっぽいあの映画での歩き方っていうのは、なんか自分の中でちょっとこう自信があったというか、たけしさんが発するなんかこう狂気みたいな雰囲気がすごいこう真似したいなって思ってる時期があったので、あのですけど今回浅草キッド全然違いますからね、うん、ただまあそのぐらいたけしさん好きでした、はい、だんだん僕も31になってきたので、後輩とかも出てきて、あ、今まで先輩にこういう風な場面で、あ、こういう優しさを受けてたんだなって、なんかだんだん思えるようになってきましたね。やっぱ僕もね、ちゃんとそれなりに俳優としてやっぱかっこよくなりたいなっていうふうにも思いますよね、そういう人と出会うと、うん、かっこいいですね。いやいやいや、僕はスーパームービースターになりたい、スーパームービースターになりたいって、はい、みんなからね、キョトンとされるんですけどスーパームービースター、なんかね、ドイツの違う映画でドイツの映画祭行った時に、まあ、Q&A あるじゃないですか、まあ、とにかくアイワナビーやスーパームービースターってずっと言ってて、ドイツ人の反応が良かったんですよね、そっからもうひたすらスーパームービースターって言って世界の方に見てもらえるっていうのはラッキーって感じですかね、なんかやったっていうなんか感じしますよね。なんかすげえ変わってきてるんだなって思いますし、だって見れるわけですもんね、これ多分世界の人に向けて作っているっていうことでは正直ないと思うんですけど、だけど見れるんですよね、そのインド人が見れる、イタリア人も見れるし、フランス人も見れるし、アメリカ人も見れる、選べば見れる、そうなったらやっぱりこう国際レベルになんとなくやっぱ成長していくんだろうな、これからいろんなクリエイターとかもちろん俳優とかが世界中の人たちに見られる機会が増えるってことは、あ、これからいろいろまたすげえ成長していくんだろうなって思うし、やっぱ自分もそうでなきゃなって思いますね、なんか スーパームービースターに向けてなんかねえ、まず英語頑張ろうって感じなんですけどまあそっからなねえ、何が起こるか分かんないからっていうのがすごいことじゃないですか。まあ、こう役作りでいろいろ技術的なことっていうのもたくさんありましたけど、ひとまずもう本当にこの作品をもうピュアになんかこう見て楽しんでいただきたいなっていう気持ちが一番です。ぜひ Netflix で浅草キッド楽しんでください。